ディケーターは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の23番艦。艦名は、スティーブン・ディケーター大将にちなむ。その名を持つ艦としては5隻目。ミサイル防衛の対応艦であり、弾道ミサイルの迎撃能力を向上させた、イージュス BMD3.6 を搭載している。アメリカ海軍のミサイル駆逐艦、ディケーターへ、燃料補給を行う補給艦。 時はリケーターは1996年1月11日にメイン州バスのバス鉄工所で帰港する。1996年11月9日にジョーン・イーシャリカ・シュビリプ人によって命名浸水し、1998年6月19日にマイク・ノールマン艦長の指揮下収益した。成長公開及び西海岸への移動の間にリケーターはプエルトリコのサンファン、 メキシコのプエルト・バチャルタを訪れ、1998年6月19日にメイン州バスで収益する。記念式典はオレゴン州ポートランドのトム・マッコールウォーターフロントパークで8月29日に行われた。母校のサンディエゴには9月4日に到着した。同年の残りは音響試験及び戦闘システムの評価で過ごす。 その後3ヶ月間を成長試験後の有効性確認に費やした。1999年4月に北西部への短い航海を行い、ワシントン州のディケーター島、ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーを訪れ、5月初めにサンディエゴに寄港する。8月に再びワシントン州を訪れた後、ディケーターは機関室で火災を起こした自動車運搬船。 メガボルトガーデニアエースにダメージコントロールチームを派遣した。ミサイル試験及び最終攻備の終了後、リケーターは2000年に1月7日に最初の西太平洋配備に着く。トマホークミサイル搭載のため、新珠湾に寄港した後、1月後半に韓国海軍との合同演習、シャーレム2000に参加するため航海に向かう。30日に韓国の賃海を訪れた後、 続く2週間は、横須賀、長崎に停泊した。その後台湾海峡を通過して南へ向かい、香港で3日間停泊。続いて、フィリピン海軍と南シナ海での合同演習を行った。3月前半にリケーターは、マレーシアとグアムを訪れ、その後赤道を横切り4月にフィジーを訪れる。アメリカ領サモアへの訪問後に、オーストラリアの多数の港を訪れ、 母校のサンディエゴには6月8日に帰港した。公開後の調整、修理の後ディケーターはサンディエゴ海域での活動を行う。2001年2月に西海岸沖で様々な戦闘グループと共にミサイル演習を行う。9月11日のアメリカ同時多発テロ事件後、ディケーターは南部カリフォルニア水域でオペレーションノーブルイーグルに参加する。 サンディエゴには9月23日に帰港し、7週間の修理調整後、11月12日にジョンシーステニス戦闘グループに合流する。リケーターは西に向かって出港し、香港とシンガポールで停泊した後12月11日にマラッカ海峡を通過した。インド洋へ向けて航海を続け、戦闘グループはオペレーションエンデューリングフリーダムにアフガニスタンで参加。 2001年12月17日から2002年4月16日までの間ディケーターはペリリュー揚陸速応グループの護衛を行う。この間に艦のセキュリティチームは3隻の民間船に派遣された。またこの作戦期間中にディケーターはバーレーンのマナーマニ3度の短期訪問を行った。5月2日に中東を離れきトに着く。途中タイのプーケット、インドネシアのバリ島。 東ティモールのディリ、グアムのアブラ、シンジュワンに寄港し、サンディエゴには2002年6月8日に到着した。同年の残りはサンディエゴ水域での調整、訓練に費やした。ディケーターは2003年8月にペルシャ湾への2度目の配備に出港する。途中シンジュワンとシンガポールに寄港した。11月にはセイシェルへの4日間の港訪問を行う。 2003年12月15日にディケーターは40フィートのダウセンを打破し、アルカアイダの密輸活動に関連したおよそ2トンの麻薬を発見した。末端価格で800から1000万ドルの価値があったとされる。2007年6月22日、太平洋ミサイル試射場において、駆逐艦としては初めて SM-3 ミサイルを使用する対弾道ミサイル迎撃試験を実施し、 大気圏外で標的弾道ミサイルの撃破に成功した。2008年2月には落下の危険がある偵察衛星 USA-193 を破壊する作戦に参加し SM-3 ミサイルの発射を担当した巡洋艦レイクエリーのバックアップを務めている。2013年4月北朝鮮ミサイル警戒により朝鮮半島沖に配備される。 2018年9月30日、南シナ海の南沙諸島での公開航行自由原則維持のための作戦に参加。作戦の一環として、ジョンソン省付近を通過中、中国人民解放軍の多病型区畜間に41メートルの距離にまで接近される。ありがとうございます。